はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。いやね、連続のみんなでバトルの動画になってしまいますけど、もうほんと悔しい。最近の動画でね、レートがねどんどん下がってるっていうのがねめっちゃ悔しくて、もう本気出そうかなって思うんですよねいや本気ってなんだよって感じだけど、今日はちょっと一段とね落ち着いて、落ち着いていきたいと思います。バトルはやっぱりね落ち着かなきゃ勝てない、それはね分かってるんですよね。それは分かってるけど、なかなかね、待って、あるあるある、いっぱいある、葉っぱいっぱいある、よし OK で、あ待って、これはスタートからやり直そう。これ飛んでいかなきゃダメっぽいな。あのキノピオが正解だぞ。よし、それじゃあこの葉っぱを取って、うそやっぱりか、なんかね飛んでいく気がしたんだよね。いやさっきね会話がねちょっと途切れてしまったかもしれないですけど、バトルやってるとねめっちゃ熱くなってちょっと焦りがね出てくるんですよね。だからそれでねいつも負けてる範囲、まあそれがね負けてる範囲だと思います。だから今日はまたそこをねグッとこらえて、もうグッとこらえてね落ち着いていきたいと思います。みんなでクリアってどんな感じ？いやみんなでクリアやってると意外、え、ちょっと待ってくれ、これはアイテムを取らない方がいいでしょうきっと。よし、でこのままジャンプ、あ待ってくれ、これはダメだ、嘘、そっちから行くの、そっちから行くの、よし、俺もゴールしたいけどこれは難しい、もうちょっとあ待って、え嘘、せっかく右に行けたのに、やばい、4800切ってしまう、ほんとやばいいやほんとやばい、マジでせっかく4800超えたんだけどな。なあ、あるよねこういうことって、よくめっちゃあるよね。戦争、上等じゃねえか戦争、もうねみんなと戦争してるつもりでいたけど、コースでも戦争始めるっていうのかい。よし、ジャンプいけ、よし、マリオが1位かな今は、俺が4位かな、最悪だこれ最悪だ、クリボーにだけは気をつけよう、ほんと危ないからねあのクリボー。よし、ジャンプ避けていく、あ待って、このカメさん、もう危ない、これ上から行ってみる、ちょっとちょっと私はね趣旨を変えても、嘘そっち、たまにね下が行き止まりで上がね行けるっていう感じのコースがあるから、ちょっと上を狙ってみたんだけどダメだったか。なんか普通に負けてばっかり、負けの回数がやばい。なんか落ち着いていこうとか言ってるけど、落ち着いてもね勝てないもんは勝てないんですよねいやほんと勝てんもん、みんな強いもん。スーパーベルヒルゲーム X プレーン、もう英語力ゼロの俺はね全く分かんないんですけど、さっきからね楽しそうなねコースめっちゃあるからいいんだけど。よし、それじゃあマリオが1位か、ベルがなんとかって言ってたからこっちじゃないのか、なるほど、ベル取って上に行ってみようか。じゃあベルじゃない、キノコかベルじゃなかったか、あベルあった、よし、なんかねベルって書いてたでしょ題名コース名に、だからねベルを取っていこう。よし OK、 このまま右に行く、あのルイージがめっちゃ気になるけど、この上から行った方がいいと私は思うんですが、どうなんでしょう。でこのまま右 OK、 でこのまま右行く、ルイージ待ってくれ、よし、もうちょっとか、あいや、あのルイージ待ってくれた、ありがとうルイージ待ってくれたんだ。いやみんなでバトルやってるとあんまりね待ってくれる人っていうのが少ないから、なるべく僕はね待つようにはしてるんですけど、久しぶりに見ましたね待ってくれる人。それじゃあどんどんね次のステージやっていきましょう。そういえばね今日一回も勝ちなくない、ないよね、一回もないよね、今日全負け動画になるかもしれん。このマリオ邪魔だな、上から抜いていきたいなんかよく投げられるよね、めっちゃ投げられるんだけど。よし、でジャンプ、よし OK、 これは中に入るしかないか、で、あ待って、俺のもんだぞそれは、 OK 来た、まずこのブンブンを倒すところからか、 OK、 よし OK、 でブンブンを攻めて一発で倒していきたいな、 OK、 そして右、あーくっそー、
いや負けは負けてるんですけど、結構ゴールしてるんですよね。今日ね確かにめっちゃ負けてるけど、意外とゴールできてるからそんなにねレートは減ってないんですけど、30ぐらい減ってんじゃないかな今。あの右のキノピコやばくない？あんなアバターあるんだ。一回マリオサスケってことはめっちゃアスレチックなステージ。やっぱそうだよね、こういう感じくるよね。よし、じゃあこれは最後に行く感じがいいのかな。みんな死んでいくでしょきっと。これ何？なるほど、どうしよう。あの捕まれない。嘘、ここに捕まろうと思ったらマジかよ。捕まってももしかしたら上から行けないかもしれないな。こっからジャンプしていくか。 OK。 でここでツタに捕まって安全に行きましょう。 OK、 OK、 行けるか。 OK でジャンプ。これはどうだろう。よし、こう上に行こう。よし OK でジャンプ。サスケって書いてるけどどうなんだろう。これ右に行くか。あ、嘘。あはははは、待ってくれてる。あそこでキノピコが待ってくれてる。じゃあキノピコの元に行きましょう。みんなでやり直ししませんか。いや、キノピコはねもうゴール目の前だから。でこれどう行けばいいんだろう。 OK、 OK でジャンプ。なるほど、これは、うわ最低。今の見た？最低マジで。は、何やってんのマリオ。ごめんなさいじゃねえでしょ。え、なんか最低みたいなチャットない。え、最低みたいな送ろうとしたけどチャットない。いや今のはないですよね。どうみんな、今のはねないと思いません？めっちゃ待っててくれたよね今キノピコ。まさかねマリオ取りに行くとか思わんかった。ちなみに僕は前にも言ったかもしれませんが、ああやって待ってくれてたら自分はねゴールしないで一緒に待つ派のやつです。やつです。っていうかバトルにね集中しててちょっと気づかなかったんですけど、もういつの間にかね4800をね切ってるっていう事態が起きてます。これは非常事態ですね。1回勝てれば4800はね超えれると思うんですけど、今日ね1回も勝ててないもんね。まあたまにバトル、まあみんなでバトルをやってたら、まあ、10戦しても勝てないとかもよくある話だから、まあいいんですけど、まあそれでもねちょっと悔しいよね。めっちゃ悔しいよね。上に入ろうか。よし OK。 そしてん？なんかいる。うわ、もしかしてあのクッパたちを倒さなきゃいけないの？これはもうファイヤーボールでみんな倒すしかないよね。うわ、え、ゴール？どこにあんのゴール？右？ないな。そっから行けんの？それじゃあね、これでラストバトルにしたいと思うんですけど、一回も勝ててないね。せめてね、一回は勝ちたい。そして、全負け動画をね、避けたい。これはね、もう希望というかもう願いですよね。もうピオキングの願いですよね。そしてこのルイージ邪魔だぞ。よし、ナイス、よくやったキノピコ。あーちょっと待って、あ、おー危ない。ナイスキノピコ。そしてこのまま走っていきますか。 OK。 うわ、上にある。待って、落ち着いていこうか。よし、いやもうちょっとなんだよね。もう惜しい、もうギリギリ惜しいところまで来てるんですけど、なかなかね、ほんと勝つことが難しい。最近あるあるだよね。もう一戦。もう一戦。もう一戦やっていきたいと思います。いや、全負けだから、もう一戦やっていきたいと思います。もう一回だけね、チャンスをください。このピオキングに。ほんと一回も勝ててないのが悔しくて悔しくて、そろそろね、一回ぐらい勝ててもいいんじゃないって思う頃なんですけど、こんなにやって一回も勝てないのはいつぶりだろう。よし、それじゃね、このコースは落ちるコースがもう目に見えてわかるから落ち着いていきますか。よし、うお、待って、恐縮、マジかよ。あ、みんな落ちた。いや、難しいと思いますよこのコース、きっと。恐縮でこの速さでしょ。で、回転ジャンプ、 OK。 あ、中間ポイント取れてないっぽいけど、いいのかな。なんで俺今土管に乗れなかったの。下手くそか。
見てほら、やっぱ俺だけ中間ポイント取ってない。まあでもこのコース本当にね難しそうだから、まだチャンスはあると思います。 OK で土管に入ればいいのかな、どうなんだろう。入れないってことはこのまま頑張っていくしかないのか。上に行こう。でジャンプ。なるほど、これ上に行って回転ジャンプね。あ、ルイージ行った、ルイージが行ったけどまだゴールはしないでくれよ。よし、うっそはい、これでね最後って言いましたからちゃんと最後にします。もうみんなでバトルなんかやりません。はい、それじゃあね今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。S プラスにね、なるとか言ってた男が今4768まで下がっちゃってんだよこれやばいよね、まずいよね。まあいくらねみんなでバトルがね運感が強いゲームだと言ってもちょっとレート下がりすぎましたね。最近のレートからしたら100ぐらい下がってるから S プラスからねまたどんどん下がってきてる。まあ、それでもねめげずに頑張っていきたいと思います。それじゃあまたね。